ピカチュウだけじゃないよと、この後私たちと一緒にサンチ君とフレッチちゃんがなんと一緒にサンチ体操をしてくれます。皆さん一緒にちょっと心の中で一緒に呼んでください。それではサンチ君フライング、フライング、サンチ君フレッチちゃん、ありがとうございます。私たちと一緒に仮装をしてきてくれました。かわいい。ということで早速登場してくれたお二組に質問を私したいと思うんですけど、はい、サンチ君に今日は代表して聞こうかなと思うんですけど、はい、新国立競技場ルヴァンカップでサンチ君初めて行ったと思うんですけど、どうでしたか？じゃあ聞きますね、私、はい、おー、うん、おそうだね、そうだね、もうそれだみたいな、わかる。行ったんだけど、はい、すっごい大きくって、うん、すっごいすごくって、うん、すっごい楽しかったって言って、なんかね、広島にね、新しいスタジアムができるから、うん、それがすごいますます楽しみになったんだって。いや、皆さん国立競技場行ったよって人いますか？おお、さすがだ。しかもね、見て、うん、サンチ君のね、コスチュームのところにね、うん、4つの星になってる。すごい、さすがサンチ君。さすが、はい、さすがね、すごいね、うん、素晴らしいですね。ということで、この盛り上がったままサンチ体操いきましょうか、はい、それではミュージックスタート。